ふむふむ、なるほどなのです。でも具体的に何をしてあげればいいのですか？お弁当を？ゆうちゃんはそういうのをもらったことがあるのですか？それは？恋というのは簡単には理解できないものなのですね。でも恋が素晴らしいものだというのはなんとなくわかりました。だからのんちゃんは決めたのです。必ず恋というものを体験してみせます。探すのをゆうちゃんに手伝ってほしいのです。あれだけ恋のことを語れるゆうちゃんがいれば心強いのですよ。さすがゆうちゃん、話がわかるのです。どうしたのですか？何かお手伝いがいりますか？そうですか。ではまた明日なのです。そうです、のんちゃんとしたことがうっかり忘れるところでした。みんな少し話を聞いてもらっていいですか？実はサプライズがあるのですよ。サプライズ？なになに？それはですね、これなのです。外れなのでーす。実はのんちゃんもお弁当を作ってきたのです。
構美味しそうね。みんなの分を作ってきたので、ぜひ食べてみてほしいのですよ。それにしても、どうしていきなり？そうそう、今までこんなことなかったのに。そういった疑問は、ひとまず隅っこにでも置いておいて、まずは食べてほしいのです。さあさあ、遠慮せずに。でも、のんちゃんが作ったお弁当ね。誰も食べてくれないのですか？りょうちゃん、本当ですか？大島、やめておいた方がいいんじゃないの？そうだよ。したりするの？いえいえ、お弁当を作ったのはこれが初めてなのですよ。どれどれ。あ、おいしい。のんちゃんにこんな特技があったなんてね。話が見えないんですけど。あれ、あれれ、何かおかしいですか？そうなのです。ちょっとユキ、何か知ってるの？のんちゃんが来いって一体どういうこと？待ってね。でも来いイコールお弁当っていうのはちょっと飛躍しすぎな気もするわね。あ、じゃあこのお弁当って？言うなれば愛妻弁当なのです。これ幕の内っぽい普通のお弁当なのね。そうね、愛妻弁当ってもっとカラフルなイメージがあるわね。あー、ハートマークとか。確かにちょっとそっけない感じ。
に栄養バランスを考えているのでは？普通。一体どうしたのですか？もしかして何か変なところがあったのですか？そうね、昨日の今日だもの。ちょっと派手さが足りなかった気もするけどね。愛妻弁当だって言われちゃうとね。でもこれは自信を持っていいレベルだと思います。そうね、まあ美味しかったからいいんじゃない。うん、そうですか。よかったです。やはり装置は完璧なのです。あ、そういえばまだ装置の説明をしていませんでしたね。チャラチャラー、高機能自立ユニット搭載食器洗い乾燥機付きミラクルシステムキッチン、略してお弁当作るくんです。はい、これを使えばボタン一つで和食でも洋食でも好きなお弁当を作ってくれます。このお弁当はのんちゃんじゃなくて、のんちゃんが作った装置が作ったってこと？そうなのですよ。それじゃ意味がないでしょ。どうしたのですか？いい？のんちゃん、この件について3つ言いたいことがあるわ。はい、なのです。まず1つ、愛妻弁当っていうのはね、好きな人のためだけに作ってあげるものなの。そうなのですか？そう、みんなにホイホイ配っていいものじゃないわ。そして2つ目、愛妻弁当って言ったら手作りと相場が決まってるのよ。このお弁当を作った装置はのんちゃんお手製なのですが、それでもダメですか？もちろんダメよ。それどころか愛妻弁当に冷凍食品を使うのだって言語道断だわ。そうなのですか？それで最後に、そもそも、のんちゃんにこんなこと吹き込んだのは勇気だったわよね。のんちゃんにデタラメを吹き込んだあんたが一番許せないわ。何よ、文句あるの？私は随分個性的な発想だとは思うけど。でしょ、のんちゃんは頭がいいんだし、結城の説明が適当だったからこんなことになったのよ。そうだそうだ、大島がいけないんだ。ポイとは難しいものなのですね。せっかくのお祝いの席を騒がせてしまってごめんなさいなのです。それにしても大島ロールは最高なのです。
ゆうちゃん。彼女はもう立派な職権の仲間なのです。それに間違いはないですね。ならば特別扱いは逆に失礼ではないですか。よそはよそ、うちはうちなのです。たとえ可愛い後輩といえども簡単に譲るわけにはいかないのです。ここは残りの大島ロールをかけて公平に勝負なのです。勝負する。勝負ってゲームでもするの？私もやる。あ、じゃあ私も。面白そうだし、私も参加しようかしら。一気にライバルが増えてしまいました。それじゃあ勝負の方法を決めましょう。ちーちゃんも参加するのですか？まあね。でも何がいいかしら。じゃんけんみたいな運で左右されるゲームだと弾けないし。だったらちょうどいいものがあるわ。それは一体何なのですか？海外のパーティーゲームなんだけどね。レクリエーションにちょうどいいかなって思って部室にしまっておいたの。おお、それ見たことあるわ。ルーレットで指示された場所を手や足で踏んでいくんだっけ？あ、そうです。先生はやったことあるんですか？いや、ないわよ。それが流行ったのもかなり前だし。それはみんなよりも一個お姉さんだからかな。とにかく公平であれば問題ないのですよ。参加する人は手を挙げてください。はーい。はい。私は見学、ルーレット係をやろうかな。ゆうき先輩は参加しないんですか？じゃ、僕も不参加で。ゆうき先輩が参加してたら僕も参加したんですけどね。それでは6人参加なので2人シードでトーナメント戦なのですよ。それじゃ、行くわね。まずは、千里。右手を星マークに。はいはい。よっ。これでいい？うん、大丈夫。それじゃあ、次はのんちゃん。了解なのですよ。それじゃあ、次は千里。いいわよ。右足を四角マークに。ちょっと遠いわね。よっ。のんちゃんの勝ち。わお、大勝利なのです。え、ちょっと待てよ、今のなし。でも千里、マットから離れちゃったじゃない。それは勇気がいやらしい目で見るから。でも負けは負けよね。そうね。
わかったわよ。みんなのこともあんな風に見たら許さないわよ。ここを取ったら断然有利ね。うわダメ、そこを取られたらこっちしか取れるところが。でもそっちに行ったら相当無茶な姿勢になるわよ。この勝負に勝てば大島ロールはのんちゃんのものなのですよ。あら、そう簡単にはいかないわよ。それじゃあルーレットを回しますね。ではのんちゃん、右手を四角マークに。はい、なのですよ。先生は右手を丸マークです。はいはい。うー、星マークが遠いのですよ。のんちゃん、そこにいられると私三角マークが踏めないんだけど。そんなこと言われても困るのですよ。あ、いいぞ、ちょっとくすぐったいんだけど。はあちゃん、まさかわざとのんちゃんの周りのマスを潰しているのでは。こうなったらこっちも。ねえ、やらしい。ちょっときついかも。まあ負けないのですよ。のんちゃん、右手を丸マークです。でも、そういうのがありなら、こっちにも考えがあるわ。
のんちゃんの勝ちですよ。やったのですよ。やれやれ、負けちゃったわ。おめでとう。